っていきまーす。意外とうまそうでしょ。初心者講座で聞きました。いつでもやってるよ、それは。俺にロル教えてって言ったら、マジで、ライアット社員よりも、てか日本人で多分俺一番うまい。初心者にロル教えんの。ロルとは何たるか、我らが教えよう。いや、今日今から俺は初心者がやりやすいようなキャラを教えてあげる。だから初心者がやりやすいようなキャラをやります。癖のない、まあ、純正、メイジだったり、まあ、そこら辺をやろうと思います。はい。僕がおすすめするのは、リーグオブレジェンドでトップクラスに可愛いキャラクター、ラックスちゃんです。基本ブスしかいないんで、このゲーム。かなり希少価値の高いキャラとなっております。初心者にも息があるからな、まあ本当に、触りからだな、触りから。第1試合目、第1試合目。スタミジャパン、初心者ロール講座第1話。本当に触りの触り。リーグオブレジェンドの始まりを教えるわ。このゲームで一番最初に面白みを感じることって、コンボなんだよね。なんかロールやってると、コンボっていう、なんか言語からどんどん遠くの方に行くんだけど、このゲームやってみてコンボの繰り返しなんだよ。このゲームよくできてて、QWER スキルがあるんだけど、いい具合に重なるように作り上げられてて、例えば、このラックスっていうキャラクター、この Q っていうスキルが敵の足を止めるスキルなのよ。で、そうしたら、アルティメット、ビュンってこれビーム出るんだけど、これ必殺技。で、このスキルも当たります。はい。その2、これ、ザコミニオン、ザコ兵隊が流れてきます、こうやって。で、何も考えずにこうやって殴ってください。で、何も考えずに殴ってると、たまにこうやってお金が入るの。これ、君が、兵隊に、とどめを刺してからなんだ。で、それを逃すとこうやって手に入んないから。ね。とりあえず適当に殴ってみて。そしたら、たまーに、とどめが刺せるから。そうするとお金が手に入ります。これを狙います、まずは。たくさんミニオンを叩きましょう。で、そうしたら、あ、このタイミングで、兵隊さん、ぶち殺せるんだなってタイミング、いつかわかります。そのずっとこうやって、今7体ミニオンいるでしょ。これ全部取るからいこうから。はい、1匹。はい、2匹。3匹。敵にダメージを与えつつ、こんな感じで、綺麗に CS が取れます。敵にダメージを与えつつね。あ。これ覚えたね。とりあえずこれ覚えたね。ミニオンをずっと殴るんだぞ。次、コンボです。対面が、あ、あれはかなりいい例。あれはね、いいロールプレイヤーですね。あれがロームと言います。なんででしょう。このゲーム、フォーメーションが決まってる、決まってないんで、自分のね、自分がいるべきところをこうやって放棄して、他の例を助けに行くことができちゃう。自由度の高いゲームとなっております。俺はミッドのミニオンを食べて経験値を取れてるんで、別にそんな悪くはない、これは。これいじめって言います。これいじめ。マジか、今死ぬのこれ。ラックスはマジで強い。このキャラは本当に強いから、安心していい。その30レベルまでこいつ1体でやっていいぐらい強い。で、こいつでロールができるようになれば、いろんなキャラでロールができるようになる。これマジで。これです。なんか怪しいこいつ。いじめっ子の匂いしてます。いじめっ子の匂いする。いじめっ子の匂いやれお前やめろよお前それ。今のいじめかけられました。初心者のうちはもう本当にこうやってミニオンをずっと殴り続けてミッドにずっといてください。動かなくていいから。こいつなんなんマジでやばすぎる。
ちゃんとスキル当てて。まあでも今のがコンボ、今のがコンボです。ラックスっていうキャラの基礎コンボなんで、今ここに Q 打ったよね、敵が動けなくなったよね。で E を打ってアルティメット、これ Q と E とアルティメットのダメージ全部入ってるんで、このキャラの、まあ、前コンって詳しく言えば通常攻撃っていう、さっきミニを殴ってたモーション入れないといけないんだけど、まあ、Q、E、R で敵を殺せる範囲内がキルラインと言います。もう全力を出してやりきれる敵の体力を、まあ、キルラインと言っていいでしょう。自分の全力だね、そのキャラクターというか。覚えたね。まず本当に第1話ミニオンをずーっと殴り続けましょう。第2話 Q からの ER コンボを決めましょう。何をしたら勝ちなんだ。ああなるほど、なるほどね。こっちの陣地から出る5人っていうのは敵の陣地の本陣を倒さないといけないわけ。逆もしかりなの。逆も同じことをしてくるのね。で、敵の本陣をぶち壊すには、タワーって言われる、その守んないといけないものがたくさん建てられてるわけよ。これを壊して、これを壊して、これを壊して、これ壊して、これ、これ壊して、これをやっと壊せんの。いや、悪い癖が出てる。違う違う、マジで違うんだ。ロロシ、ロロワ。敷居が低いゲームとして、かなり確立されてるけど、最初の方、そんなことマジで考えなくてよくて、調べないでやってほしい。パーティーゲームなんだよね、レベル30まで。本当に。本当にパーティーゲームです。これ e スポーツじゃないから。で、パーティーゲームやってて、それが極めたくなったら、まあ e スポーツになりましょうって感じ。オープン。まずは一人でもいいし、友達集めてでもいいから、パーティーゲームをしましょう。さっきまで下にいたのに、なんで、あ、なんだかいたのになんで下にいるの？まあ、ちょっとそれはね、考えなくていいや。ずっと真ん中いていいよ、最初。ずっと真ん中いていい。うん、して移動難しそうです。して移動はしなくていいよ。このゲーム真ん中にキャラクターを固定するモードがあるんで、それでやればいい。こうやって、これだったらこうやってマウス動かさなくていいから、これだったら難しくないでしょ。視点、これ死んだな。真ん中して難しいな。でもマジでこれでいいです。これこれこれ、そのミッドに行くな、ミッドに行くな、こっち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 、意味わからん意味わからん、ミッド行かない、いらんいらんいらん。いいね、いいね、いいね、いいね。あんのか、やばい、俺積んでる、積んだー、うん、ごめん、積みました。いや、バグバグバグ、あたんなあたんな、俺いない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 よ、やめてくれー、俺いない、ナイス。おい、バック、一回バックしない、一回バックしない、一回バックしない、どうだ、死ねー、ナイス、クブ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 ク、ナイス、やるね、ウルトナイス、当てよ当てよ当てよ、エースエースエース、ナイスからの、あー、ワイクいってるよ、ワイクいってるよ、ワイクいってるよ、ピュアからの、あー惜しい、あー強いな、そりゃ強いな、十分じゃね、ドミネイティング、ドフォン、
マジやるね。こっから負けること全然ありますか。いやー強いぜ。ありえないぐらいダメージが出てる。ほ、いいよな。やばくて笑った、マジで。マジでやばくて笑った。うまい。ナイス。なあ、ちょっと孤立してるかもしれない。オーケー、オーケー。グブが強い。バック、それ終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう。ちょ待ってね、ちょ待ってね、今ね、今ね、本当に忙しい。少し待って、少し待って、ちょ待ってね、後で全て答えるから真剣に答える。陣強っ。え、強っ。いけるそれ。エズが強ぇ。ナイス、ウルト。ウルトの判断いい。ウルトの判断いい。惜しい。ゆっくり、ゆっくりでいいよ。ゆっくりでいいよ。ゆっくりでいいよ。味方がインヒビターを破壊しました。うわ、グブやべえな。あれ持ってた。よっしゃ、外してるのか。ナイス。ジジジャケー、ジジジャケー、グッドゲームジャケー。最高の入りだったな、チーム。ナイスだ、ジジ。この試合はマジで模範的な試合ができた。これ学ぼうとしてる人に捧げるスタミジャパンからのプレゼント。200ビッツ5人でやって、5人でやって、難しくてやめちゃったみたいな質問だったっけ。空気感がわかんないけどね。いや、何回も言うけどイメージが強いんだよな、ロルって。知識芸で、モバでってんだけど、まずもってこれは、このゲーム30レベルまでは、知識とかを入れようとせず、パーティーゲームです。まず。で、初心者5人で、対人戦行って、敵が強すぎてやめてしまいました。どうすればよかったでしょうか。むずっ！それマジむずいな。マインドの問題な気がするな。ぶっちゃけね、ノーマル敵が強いのはしょうがない。それはロルだけじゃないはず。で、そこで難しすぎ、もうやめようぜこのゲームってなるのはマインド問題で、パーティーゲームにするっていうところになるかな。なんか戦略ゲームとして捉えすぎていて、なんか戦略ゲームとしてこのゲーム10年間やられてるから洗礼されすぎてて、なんか介入するとか、このゲームに参入するとか難しいみたいなイメージを取っ払うべき。まずはマリオパーティーだと思ってやってほしい。これ本当に